皆さんこんばんは。こんばんは。今週も粕谷秀樹さんと一緒にお届けをしていきます。粕谷さんどうぞよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。ちょっと今週は久しぶりに、そうですね、リモートでの収録になりましたね。はい、ね、ちょっと ご時世ですので、はいはい、本当はスタジオにいた方がね、やり取りにスピード感があっていいんですけど、ね、ちょっと今回は、お許しくださいというところですね。はい、そうですね。はい、そして、今回ですね、収録しているのが2月の3日の木曜日の午後なんですけれども、はい、日本時間の今朝になりますが、セルティックはレンジャーズとオールドファームダービーがありまして、旗手選手が2ゴール1アシストという、これオールドファームダービーであれだけ活躍したら、もうファンの気持ちがっちりゲットですね。そうですね、早くも来シーズンもプリメイ行くんじゃないかな、単純に盛り上がっちゃってますけれども、はいはい、旗手君っていうのはさ、ベストポジションはどこなの？はい、本来、今は、インサイドハーフって本人は言ってますね。はい、ね、うん。ただもちろん、左サイドもできますし、いろんなポジションできるんですけど、どうも、インサイドハーフが本人はいいみたいなことは言ってた。あ、本当、うん。はい。じゃあ、三笘薫君は左のウィングがいいんでしょ？そうですね。ね。はい。その辺の使い方を森保さんがどうするかだよね、この先ね。はい。そうですね。タレントはね、前の方も、後ろもそうだけど、揃ってるので、はい、はい。うまく使ってほしいなと思いますね。まあ、イギリスでは、全体ではかなり、まあ、古豪ですし、セルティックもレンジャーズも注目されてますし、うん、特にスコットランド人プレイヤーはかなり注目してあのゲーム見ていたので、ね、はいはいはい、もう早速、リバプールのロバートソンとか、はい、アストミラのバッギンとかが、ね、はい、はい、旗手選手すごいっていうので、はいはいはい、はい、ツイートしてましたね。はい、まあそれだけね、もう注目度があっという間に高まってきたので、うん、はい、まずとりあえず怪我をせずにね、はい、大怪我をせずにシーズン乗り切ってほしいですね。そうですね。はい、まあ、そしてちょっと驚いたのが、そのゲーム、はい、にもうすでに前田大然選手出てまして、途中から、ね、すごい、日本からだって火曜日の夜ですよ、ゲームやってそのまま飛行機で飛んで、はい、経由しないとスコットランド行けないですから、はい、直行便ないですからね、はいはいはい、経由して行って、はい、で、まあ、確かにポステコグルー監督もともと使うかもって言ってたんですけど、本当に使っちゃったよみたいな感じですか、はいはい、ね、やっぱりその辺の信頼感もあるし、はい、今ちらっと言いましたけどタフだね。うん、はい、その移動ってのは結構本当体力も消耗するので、はい、しかも短い時間で試合出てるんでね、はい、大したもんです。そうですね。そして日本代表といえば見事に2対0、はい、サウジアラビアに勝利を抑えましたね。そうですね。緊張した代表の試合？緊張しました。むっちゃ緊張しましたよ、うん、本当、うん、久しぶりだって。僕11年半ぶりですからね、その生で、現場からその、うん、日本代表戦やるっていうのは。南アフリカワールドカップの、それこそ、決勝トーナメント1回戦のパラグアイ戦、うん、PK の、はい、はいはいはい、あのゲームを七海さんと一緒に現地南アフリカから伝えて以来です。うん、あ、本当。はい。俺はもう1回もないし、代表に関しては。この先も多分ないと思うんだけど。カシアさん、イングランド、なんていうんですか、海外、ヨーロッパみたいなイメージありますかね。うん、だから、この先もないと思いますけど、J スポーツさんで一応代表のレポートしましたよ。久々に、はい。はい。だから、ワールドカップ以来だし、ちょっと書いていこうかなと思いますけど、ね。ああ、はい、そうなんですね。これから、そうですもんね、ワールドカップに向けて、あと次、うん、オーストラリアに、まあ、勝てばもうその時点で決まりますし、はい、そうですね、引き分けても、まあ、最終節で、あと勝ち点1取ればみたいな感じになってきますから、うん、有利には非常になってますね。あとね、まさかオーストラリアがお前に引き分けるとは思ってなかったので、これはね、はい、大きかったですね。そうですね。ちょっとかなり道が開けてきたので、まあ、次、引き分けとは言わず、はい、まあ、引き分けとはその勝つみたいな意欲で、はい、まあ、それで引き分けも構わないから、ね、消極的にならずにね、はい、行ってほしいと思いますね。勝って決めてほしいですね。はいはい、はい、まあ、そしてちょうどインターナショナルマッチウィークがありましたので、この期間っていうのが、なんていうんですかね、なんでこの時期なのかっていうのは、ね、お思いの方いらっしゃると思いますけれども、いろいろね、コロナの関係とか、ワールドカップの問題関係とかで、この時期に、特に、まあ、南アメリカ、アジアは、はい、予選がね、入ってきたわけですけれども、うん、ちょうどそれと並行して、移籍マーケットも閉じるという、はい、かつ、はいはい、難しい時期にちょうど今回、移籍マーケットが来ましたね。まあ、しかも今度、パンデミックの中でしょ、はい、うん、非常に動きづらいですよね。うん、なんかその辺は、まあ、パンデミックは予想外だったんですけど、これほど長引くのがね。はい、うん、ただ、なんだろう、見てる側からにすると、もう少しうまくできないかなとかね。うん、はい、少しマーケットの期間を広げるとか、うん、はい、移籍金の上限を設けるとか、なんかアイディアがあってもよかったんじゃないかなと思いますけどね。はい、そうですね。まあ、ちょうど、先日、そんな移籍マーケット、冬の移籍市場が閉じましたので、はい、今回はですね、プレミアリーグ2122冬移籍まとめということでお届けをしていきたいと思います。はいはい、お願いします。よろしくお願いします。
ではですね、今回、上位チームから、順次、ちょっと移籍状況を確認していこうというふうに思いますが、はい、まずですね、上位、4チーム、はい、この冬の移籍はどうだったのかというのをちょっと確認していきましょう。こちらになります。はい、まあ、それほど大きな動きがあったということではないかもしれませんけれども、うん、はいはい、まあ、例えば、マンチェスターシティはジュリアン・アルバレス。まあ、彼はリバープレートから獲得しましたけど、まだローンで今シーズン残りは残すということなので、特にまあ、彼をこの冬取ってすぐ使うっていうわけではないということですね。契約8月1日からみたいなのでね。はい。はい。そうですね。まあ、その他、まあ、リバプール、ルイス・ディアス。まあ、彼はもうすぐに加入ということで、ポルトから来ましたし、チェルシーは左、サイドバック、ウィングバック、取りたいというところでしたが、ケネディを復帰させただけ、マンチェスターユナイテッドは結局大きな補強はなくというようなところでしたけれども、どうですか、まずマンチェスターシティから加瀬さん行きたいと思います。シティと、はい、まあ、リバプールは、要するに緊急の補強というのは必要としてないですよね。まあ、グアルリーロが来てから6年目ですね、はい、それからクロップが7年目でしょ。それでガールデュラが来る前に契約してたのってのはもうフェルナンジーニョとスターリングだけだし、でクロップの場合も今だいたいジョーダン・ヘンダーソンとオリギーだけなんですよ。だから、はい、それ以外はクロップが獲得した、シティの場合はペップが活躍したという獲得したということなので、はい、その辺のチーム作りというか監督の在任期間っていうのが両チームの強さだと思うので、はい、やっぱりチーム作りにはそこそこの時間がかかるっていうのは証明しましたよね。そうですね。その辺は、うん、彼らのやっぱりチーム運営のうまさもキラッと光ったと思いますね。はい、マンチェスターシティに関しては、もう本当にチームとして成熟して、加瀬さん言われたみたいに6シーズン目ということで、もうその成熟度っていうのが、溢れてると思うんですけれども、よく言われているのが、例えば夏にハリー・ケーンを取りたいという話があったりとか、この冬もどっかそのフォワード、ワントップのところ、ちょっと取るんじゃないかみたいな話もあったじゃないですか。でも結局のところ、蓋を開けてみれば、まあ、ジュリアン・アルバレス、まあ、夏から来るわけですけど、170センチで、ウィングもできるセンターフォワードで、アグエロとかラウタロ・マルティネス、こういうタイプのプレイヤーっていうふうに言われてるみたいですね。はい、うん。だからそういう、だからこのまま彼もゼロトップ気味に近い感じというか、そうなんじゃないかな。大きい選手を前に送ってわけじゃないですね。それで、うん、ペップ監督のお眼鏡にかなったというか、ペップ監督が欲しいと言って、おそらく上層部が動いた結果だと思うので、はい、だから、うん、まあ、噂にはなってますよ、相変わらずケインとかね、ハーランは、はい。でも、結局、まあ、そのアルバレス取ったことでも分かるように、そういった、いわゆる、まあ、純然たる9番ではないけど、ケインもハーランも、うん、そういったところではなくて、はい、より敏捷性のあるところを狙ってるんじゃないのかな。あ、うん、そうなんですね。まあ、そしてリバプールですけれども、まあ、ルイス・ディアスは、主に左サイドでプレーをして、カットインしてシュートみたいなプレイヤーみたいですよね。はいはいはい、で彼はどうやらマネのその後釜といいましょうか、前3人が加瀬さんもうだんだん年齢が高くなってきたので、はい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 、このあたりのちょっと後釜を徐々にこう補強していこうという一環の中での獲得になりますかね。そうですね、はいはい、だからリバプールはこの先そういった補強になっていくでしょうね、うん、フィルミーノのところはおそらくジョタというところになってくるんでしょうけど、うんうん、はい、まあさらの後釜なんかそうそういないですから、うん、はい、なかなかその辺を探すのは難しいですけど、うん、ただサラだってリバプールに来た時これまでここまで活躍するとは誰も思ってなかったので、うん、はい、まあクロップ監督が誰か我々が全然知らない選手に目をつけてたとしてもそれは不思議ではないですからね、はい、あそこもシティに負けず劣らず運営うまいですしたら、うん、ね、ディレクターのエドワーズが今シーズン限りで退団するのかな、うん、そのあたりがねちょっと懸念はされますけどね、はい、はい、うん、ですね。ちなみにルイス・ディアスですけれども、ポルトで今シーズン公式戦は28試合16得点、6アシストか、はい、ということで得点もしっかり取っているんですけれども、おそらく、まあ、今シーズンは、まあ、徐々に使いながら、まあ、ファンダイクくらいですもんね、一気に最初からドーンと使っていったのは、はい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 、まあ、鳴らして来シーズンからフルカードみたいな感じになっていくんでしょうね、うん、そうだと思いますね、はい、うん、そういったところのなんだろう使い方、選手に対する配慮っていうのは、はい、クロップ監督も上手ですよね、うん、そうですね、うん、
一部ね、南野選手がリーズみたいな話もありましたけども、うん、結局はそのままリバプールにとどまってということになりましたからね。リーズの南野見たかったけどね、バイエルセ、それもビエルサのもとどういうふうに、はい、まあ来シーズンそうなったらそうなったら、それもね、可能性としては彼にとってはプラスだと思うので、うん、はい、はい、まあ、そして加瀬谷さん、チェルシーなんですけれども、はい、まあ結局ね、この冬も取る取ると言いながらあまり取らず、結局ケネディ戻しただけで、それでなんていうんですかね、アスピリクエタがどうもバルセロナと、はい、契約をもう交わして合意に達していて、夏はフリーなんで、フリーで夏に出ていくだろうって、クリステンセンはどうやらバイエルンじゃないかとか、でリュディガーも、まあ、金銭面の関係でフリーで出ていくかもという、ちょっとそのあたりが僕は心配なんですよね。この冬はなんとかなりましたけど、逆に冬ちゃんとこの契約延長ができていないというところは、チェルシーの場合は監督を特会引っかいっていうのは、うん、それはもう伝統みたいなところでね、はい、まあ、それでも結果が出てるからそれはそれでいいんですけど、うん、やっぱり今出たアスピリクエタは今最高さんでしょ。そうですね、で12、13シーズンから多分彼プレーしてると思いますけど、はい、そうですね、はい、もう監督9人に使えてるんですよ、はい、うん、ちょっとこれはさっき言ったシティやリオプールに比べると考えられないところで、うん、でモリーニョ15年の12月か、はい、その後がホランドとヒディンク、これ暫定体制ですけど、それ挟んでもコンテだサッリだランパードだってちょっとコロコロ変わりすぎてますね、うん、はい、この辺のチーム作りに関しては、うん、少しねシティリバプールをチェルシーは見習う必要があるのかなと思いますし、うん、はい、僕ダゾンさんのコラムにも書いたんですけど、はい、チェルシーブランドの若手って宝の山じゃないですか。あ、おかげさまでっていうところですよ ね、はい、でそういった若手の育成ということにもアブラミチさんちゃんとやってるんですけど、トップチームに関してももう少し辛抱強く接してさえいれば、うん、多分今頃シティやリバプールに勝るとも劣らない時代勢力になったと僕は思うんですね、うん、まあ、この移籍市場動き、今の3チームに関しては、うん、おそらくもう更新されてると思うんですけど、またダゾンさんのコラムで書きましたけど、はい、はい、どうなんですよね、冬の移籍にかかわらずチェルシーってのはやっぱ継続性というところをやっぱり再検討、はい、再検討した方がいいような気がしますけどね、うん、はい、そうですね、これはねちょっと夏が僕は心配だなと思ってるんですが、はい、まあ、そして一方のマンチェスターユナイテッドですけれども、はい、こちらも、ね、中盤をやはり補強しなきゃいけないとかいろいろありましたけれども、結局大きな補強はなく、逆に、まあ、ファンデベーク、まあ、マルシャルを、ね、結局放出しましたけど、そういう形で出すというところで結局あまり加えなかったわけですよね。まあ、新シーズンの監督が決まってないですからね、うん、そういう意味でやっぱり大胆には動けなかった。それで基本方針現状時だったんですよ。基本的にその基本方針を貫くしかなかったっていうところですね、はい、今年の夏から新しい監督が来て、はい、その監督のプランに合わない選手を冬にとってもね、うんうん、全く意味がないですから、はい、そうですね、そういったところの考え方はあったと思いますね、はい、うん、どうなんですかね、またルベンディアスとか話もあったじゃないですか、はい、あそこはね、はいはいはい、とはいえ取った方がいいんじゃないかなみたいな、個人的にはちょっと思ったりもしたんですけど、まあそれよっかはあれじゃない、とりあえずは現状維持っていうところが、全部あのね、メディアはいろいろ騒いでましたけど、うん、11月ぐらいから現状維持だなっていうのは、はい、大体に、匂ってきてたので、そうなんですね、まあ、動かないかなと思ってましたけどね。うん、はい、うん、ですね。というところでございました。では、次の4チームに行きましょうか。はい。ですか。じゃあ、続いては、このプレミアリーグ、5位から8位というところです、はい。ウェストハム、アーセナル、トッテナム、ウルブスというところなんですけれども、どうでしょうか、アーセナルがかなり選手出しまして、チェンバーズ、マリー、コラシナツ、メイトランド・ナイルズ、オーバメアンは結局契約解除してフリーでバルセロナに行くということになりました。バルセロナってアーセナルの元キャプテン好きよねそうですね、シスク、アンリー、オーバメアン、はいはいはい、3人目でしょ、確かに、うん、そうですね、うん、そうですね、まあ、そしてでまあ、スパーズの方は、まあ、コンテ絡みでということになって、イタリア、はい、ね、まあ、やっぱりそれは、まあ、スポーツダイレクター含めてということでしょうけれども、まあ、ウルブスは若手を獲得しながら、またローンでチームね、他のところでプレーさせてみたいなところも多いかと思いますが、そうですか、まずウエストハムからですけど、ウエストハムもの大きな補強はなかったですね。まあ、補強はなかったですけど、とりあえずライスをとどめられたのは出なかったというのが大きかったですかね、うん、確かに、うん、この冬から。まあ、おそらく今シーズン限りでしょ、うん、多分ね、まあ、1億3000万なのか1億5000万ポンドなのか分かんないですけど、まあ、それぐらいのお金は彼らを欲してる4チームみんな出せるので、うん、はい、はい、おそらくまあ来シーズンは
いわゆるメガクラブっていうところに行くんでしょうけれど、うんうん、はい、ただ今シーズン留められたのはでかいですし、うん、でライスが留まって、それでウエストハムに少なくともチャンピオンズリーグの出場権なんか与えられたらね、置き火になったらそれはそれでいいと思いますけど、はい、はい、そうですね。だから この冬に限って言えば、うんうん、ライス残留はやっぱりビッグヒットじゃないですか。はい、うん、まあ、そしてアーセナルなんですけれども、はい、まあ、補強に関してはかなり、うん、フォワード、例えばブラホビッチ、結局ブラホビッチは、ユベントスに行きましたし、はいはいはい、うん、あと、かつて言われているイサクは、はいはい、ロンドンで、はい、目撃をされて、お、これはひょっとしたらっていうところが、ただ単に、買い物に来ていただけらしかったですかね。人サーガスだよね。うんうん、すごいですね。我々の感覚から言うと、あれだけヨーロッパでコロナがこう蔓延してるから、あんまり旅行ってイメージは湧かないんですけど、普通にみんな行く感じなんですね。もう、なんかもうそういう感じなんですね。うんうん、いうところで、ちょっとアーセナルファンの方はね、出したけれども獲得が大丈夫かみたいな風に思ってる方も多いかもしれませんが、現地フォーフォーテとかはパニックバイしなかったから逆にいいんじゃないかっていう話もしてましたけどね。まあ夏にある程度使ってますからね、うん、でこの冬はまあ現状維持プラス、経済的バランスを取るというところを重視したんでしょうね、はい、うん、それでもう要するにアルテタのコースから外れている選手は、はい、割とこれまでアーセナルって割とそういう選手も残していた傾向が、ね、はい、してあったんですけど、その辺も、うん、まあ、遠慮容赦なくというか、はい、うん、その経済的な政策を優先して、うん、自分たちの懐があんまり痛くならないというところを重視して、うん、何人かの選手を放出したっていうのは、うん、そうですね、方法2もそう、この月に確かに書いてあったし、うん、私も、うん、考え方としては正解なんじゃないかなと思います。うん、はい。ですね。まあ、不満分子になり得るプレイヤーかもしれないですし、はい、まあ、その整理をして、まあ、整理がね、なかなか勝谷さん言われてみたいな、あまりこう、アーセナル今まで整理がちょっとできてなかったっていうのがあったと思うんですね。そう、ベンゲルの時からちょっと優しかったからね、うん、考え方ね、うん。そうですね。なので、その金銭面っていうところで考えて、オーバメヤンも、やはり金銭面のことを考えると、給料ね、高いですから、まあ、もうフリーになって、そのままフリートランスファーで出ていってもらっても、給料払わない方が得だというふうに考えたっていうことですよね。うん、そうでしょうね。はい。なんかバルセロナも相当な減額で契約したみたいな。はい。はい。これでね、また、うん、新規行って、うん、その新天地でね、働いてくれるのは、それはそれで素晴らしいことだと思うので、はい。アーセナルでもね、もちろんすごく活躍した。はい、ゲームやシーズンもあったわけで、はいはい、そうですね、いろんな思い出もね、残ってる方も多いかと思いますけど、うん、ちょっとこのね、別れ方がどうなのかなっていうのはみんな思うかもしれないですよね。そうですね。うん、だから、キャプテンに任命されたのが意外と重荷だったのかもしれないよ。これまたね、タイミングとしてもいろいろ、ま、ね、ジャカーの問題とかあって、ね、っていうことでしたしね。うんうん、ジャカーをとどめておくんだね。うん、あれだけレッドカードとかで迷惑かけてもね、うん、そうなんですよね。とはいえなんじゃないですか、やっぱりトーマスとじゃあ横誰かって考えたときに、まあ、ジャカもいなくなるとなかなかロコンドと2人みたいな感じになってきて、その今の現状でやっぱり誰か取らないとみたいになるから難しいんじゃないですか。いや、富安使えばいいじゃん。ああ、中盤でっていうことですよね、うん、ちょっと見たいでしょ。もう右サイドバックであれできるの分かったので、はい、そうですね。まあ、彼ユーティリティだからセンターバックはもちろんできるし、はい、その中盤センターでね、彼のスピードとか強さとか、うん、いわゆる対人の強さっていうのは、はい、プレミアでも十分通用すると思うので、うん、そこもやっぱりアルテタ監督に期待したいところですよね。そうですね。まあ、そんなアーセナルのノースロンドンのライバルのスパーズですけれども、はい、うん、こちらは結構放出しまして、はい、デレアリ、デリアリがエバートン、ロチェルソ、ビジャレアル、エンドンベレ、リオン、ブライアン・キル、バレンシアということで出しましたね。デレアリ完全移籍で他の3人はローンですけど、はい、ブライアン・キルはちょっとプレー機会を与えたいということなので、うん、まあ、来シーズンはおそらく戻ってくるでしょうね、うん、他の2人は買い取りポジションとかついてますけど、はい、もうコンテの構想から外れてるので、うん、戻ってで来たとしても、もうスパーズではプレイできないっていうことだと思いますね。はい、はい。その辺はやっぱりコンテらしい厳しさだと思いますね。はい、うん、まあ、その、まあ、コンテ含めてというところになりますけど、やはりイタリアコネクションで、はい、ユベントスからベンタンクール、そしてクリゼフスキー、この2人を取りましたね。そうですね。一挙に取ったって感じですけど、うん、2人。ウルグアイ代表とかイタリアでのプレーを見ていると、ベンタンクールはプレミアム向きかなっていう気がしますよね。はい、結構いろんなところで行きますしね。ね、はい。はい。クルゼウスキーはどういう使い方をするのかなっていうのがね、ケインの後釜ってことでなんだろうけど、まあ、後釜っていうか、うん、ケインに負担をね、はい、かけないってことなんでしょうけど、うん、ねえ、なかなか、うん、ケインの負担軽減なんてそんなの簡単に、ね、難しいですからね。いろんな目で書いてるから難しいからさ、本当に、うんうん、なんか左サイドからカットインしてきたような
人が多かったイメージもあるし、なんか中盤とかもやってたもんな、クーゼフスキーの、うんうん。だからその、意外とユーティリティなのかな。うん、だからまあ、要するに、ユーベは、あれでしょ、ラオビッチを取ったから、その分、ストライカーが余っちゃったんで、うん、それで、ストライカー取れなかった。取れなかったというか、ユベントスが勝ったんだけどね、ブラウビッチに関しては。だからそこでどうなんでしょうね。うん、まあ、ちょっと、どの選手もそうなんですけど、特に、クルゼスケ見てみないとちょっと分かんないかな。うん。まあ、おそらくスウェーデンでしょ、はい、これね。スウェーデンの選手ですよね。ね、だから北欧の選手は割とプレミアリーグに馴染むケースもあるから。うん、はい。まあ、英語はね、基本的に喋れるでしょうからね。大体もともと北欧の選手は。多いのでね。あと、そうですね。まあ、コンテのお眼鏡にかなってということになるので、まあ、大体連れてきた選手、うまくはめていくじゃないですか、コンテは。はいはいはい。そういう意味では、おそらくこの2人が結構起用されていくのかなとは思いますけどね。そうだね。うん。そうなるとは思うね。うん。ですね。まあ、そして、ウルブスですけれども、まあ、このチームは結構若手を連れてくるっていうところに定評がありますが、まあ、リベンディアスもね、若くして、2部時代にも連れてきていますし、まあ、ただまだ、夏になるのか、その次のシーズンにまたなるのかっていうのはね、いろいろ噂はありますけども、一応夏であろうと言われている川辺選手、あるいは、ジョン・サンピンを韓国、ソン・サムソンから獲得して、これも川辺選手と同じ、これ提携してるんですね。グラスホッパー、スイスのグラスホッパーとはチーム提携してるんで、はいはい、そちらに出して、まあ、ヨーロッパでの経験積ませて戻すっていうことだと思うんですけど、うん、まあ、ワークパーミットの問題もね、あるんでしょうしね。ウエストハムと一緒で、うん、ルベン・ネベスの残留がでかいんじゃないですか。そうですね。ね、そこは大きいですよね。うん、ね、うん、まあ、狙ってたのが、ユナイテッドだけじゃなかったみたいなので、はい、どうやらアーセナルを狙ってみせたみたいですけど、はい、うん、だから、そういったところを、うん、まずね、もう夏は避けられないような気もするんで、はい、もうそろそろ、うんうん、そうですね、彼もステップアップしたいでしょうから、うん、夏の移籍は避けられないと思いますけども、とにかくここの残したのはでかいと思いますけどね。だから、うん、まあ、これほどそれほどね、大きな戦力ではないですけど、うん、はい、うん、一人一人が自分に与えられたミッションを的確にこなしながら今トップ10なので、はい、まあ、その辺のプレーの、うん、中心にいるのがネベスなので、はい、まあ、ネベス残留によって、まあ、どうでしょうね。トップ10維持、ヨーロッパリーグまで落ちて難しいな。やっぱトップ10維持っていうのが、ウルブスの目標じゃないですか。ただ、和也さん、心配と言いましょうか。まさか、そこに行くかっていうところです。アダマ・トラオレが、はい、バルセロナに帰還しましたね。これ、ちょっとプレミアに行くのかなと思ってます。それこそスパーズみたいなね、話も出てましたけれども。うん、やっぱりさ、彼、バルサのカンテラだしさ、はい、そうですね。もともとっていうか、スペイン人でしょ、はい。だからスペインの選手って多分、バルサとか、マドリーから声かかると、やっぱりそっち行くじゃない？そりゃそうですよね。うん、多分おそらく、週休で言えば、おそらくスパーズの方が多くは提示してたと思う。あ、はい、バルサ今そんな場合じゃないから、うん、非常に経済的にやばいので。ただやっぱりそこはバルサのカンテラであること、それからスペイン人であることっていうところの、はい、なんだろう、うん、DNA みたいなのが勝ったんじゃない、うん、そう思うけどね。そうですね。まあ、ただプレミアファンはおそらくあのゴリゴリ感が見られないってね、はいはい、プレミアでもちろんバルサで見られるわけですけれども、なんか一人でガツンガツン吹き飛ばしていくのもちょっと見てみたいね、うん、そうですね、はい、でね、またバルセロナに帰還トラオレということでございました。では続いて3つ目のブロックに行きますが、はい、こちらが9位からということですけれども、ブライトン、レスター、アストンビラ、そしてサウサンプトンです。これ1チームずつ行きましょうか。ブライトンなんですけれども、まあ、チーム提携していますけれども、ウンダフという三笘選手とのチームメイト、ユニオン・サンジロワーズでチームメイトですけれども、今季18得点、9アシストも取ってるんです ね、 そうね、彼を獲得して、またそのままローンという形で、まあ、チームに残して、また来シーズン、はいはい、なので三笘選手と一緒に戻すみたいな感じになるかもしれないですね。あとは、バーンが入荷する。バーンが抜かれちゃったっていうのも、これ痛い、うんうん。ブライトンからすると痛いですね。入荷するに取られちゃいました、ね。でも、バーンも入荷するユースだからな。やっぱり、お家の一代に入荷されたんじゃないか。そうですね、うんうん。ここのところがね、どうかなっていう、そうですね。ここはダンバーンがちょっと抜かれちゃったのは、ブライトンは心配だなっていうところですかね。あと、レスターに関して動きがなかったですね。動きなかったですね。だからまあ、もともと戦力を整ってるので、ちょっとバーディーが長く離れるのが、はい、3月ぐらいだっけ、うん、バーディー離れるの痛いですけど、はい、ただ、
怪我している選手たちが万全のコンディションを整えてさえ来れば、はい、今の調子でわけはないので、うん、だからそういう意味でベンダンもブレンダン・ロジャーズ監督もやっぱ緊急の補強というのは考えなかったじゃないですか、はいはい、ですね、ね、我々シーズン前の予想で評価していましたけど、まあ、こんなに怪我人が出るとは思わなかったので、はい、はい、うん、残念ながら我々の予想は大きく外れてしまいましたが、まあ、ちょっとそのあたりはね、はい、聞かせてください、はい、次週、次週だから今ちょっと匂わせ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 、そしてビラですけども、これいい補強なんじゃないかなと思いますけれども、まあ、ディニューはエバートンから取ってコーチーニョ、バルセロナからロンできましたし、また、まあ、結構ギリギリになってて言いましょうか、チェンバーズを、はい、アーセナルから獲得というような、ね、ところになりましたね。コーチーニョとディーニョに関してはもうユナイテッド戦から早くも、うん、活躍しましたし、はい、まあ、ディーニョは、まあ、左サイドバックとしてはもはやあの世界水準ですよ、うんうん、はい、よくミラーに来てくれましたね、はい、うん、でまあ、コーチーニョもやっぱりねジェラード監督とやりたいって言ってましたし、うん、はい、でコーチーニョが入ったことでひょっとすると個性は相殺されるんじゃないかなって話してましたけど、うん、ブエンディアとのコンビも良かったですから、はい、ブエンディアコーチーニョのツーシャドウで前にイングスだったり、うん、ワトキンスだったり、はい、でブエン、コーチーニョマギン、それからジェイコブ・ラムジー、うん、ドゥグラス・ルイスでダイヤモンドの中盤作ったりボックスの中盤作ったり、はい、だからコーチーニョが入ったことによって中盤と前線の構成がいくつか、うん、ちょっと夢が広がってくるわけですよ。はい、うん、でね、ちょっと好不調の差が波があるといっても、うん、コーチーニョの実力は誰もが認めるところですから、はい、ちょっと上位にとって厄介なチームになるかもしれないですね。うん、はい、本当ですね、そうですね。これちょっと楽しみですね。コーチーニョとディーニョ入っただけで、ちょっと、うん、見る優先順位、はい、私の中でちょっとビラが上がった。うんうん、ああ、うん、なるほど、なるほど。そうですね。楽しいですもんね、これね。そうですね。さあ、そしてサウサンプトンなんですけれども、はい、まあ、マンチェスターシティやチェルシーでプレーをしましたカバジロが無所属だったんですが、はいはいはい、ここに、急遽取りまして、はいはい、もう早速に試合出てますけど、まあね、ゴールキーパーの問題っていうのがあって、サウサンプトン獲得をしたわけですけれども、まあそうですね、ほとんどそのくらいですもんね、まあ、緊急補強的な、まあ、サウサンプトンもあれじゃないですかね、はい、ちょっと経済的な問題ミックスが抱えてるみたいなので、うん、やはりまず現状地とにとどまるしかなかったんでしょうけどね、うん、まあ、去年ほど悪くはないと思うんですけど、はい、なんか崩れ出すと止まらないみたいなところがあるので、ちょっと怖いね、なんか怖いことは怖いですよね、このチームはね、はい、うん、そうですね、うん、でしては、次のブロックに行きましょうか、次はクリスタルパレスからブレントフォード、リーズ、エバートンということになります。それほど、まあ、クリスタルパレスやまあ、リーズも全然動かなかったですけれども、一番やはり特筆すべきはブレントフォードのエリクセンですかね、粕谷さん。まあ、この冬の移籍市場で一番もうほっこりしたというか、うん、嬉しかったっていうのはやっぱりエリクセンとブレントフォードの契約ですよね、うん、ね、野村君ご存知だし、このコンテンツご覧の皆さんだったら皆さんご存知だと思いますけども、やっぱりブレントフォードとデンマークのフットボールって密接な関係ありますよね、はい、若手の育成とか提携とかでね、うん、そういったところもあるんでしょうけど、やっぱり現役続行を望んでいたエリクセンと、やっぱどうしても司令塔タイプが欲しかったブレントフォードをやっぱ思惑を気にしましたよね、はい、で今助産同期をつけているのでエリクセンは、うん、だからより適切な、うん、医療体制整えなきゃいけませんけど、はい、ブレントフォードもプレミアリーグもね、でもやっぱりあのエリクセンのプレーがもう一度見られるっていうのは、うんうん、いいですね、そうですね、セリエはその国の規定というかそのリーグの規定で、はいはい、法律上その、出場することはできないということだったの で、ね、はい、契約解除で、うん、ただプレミアは OK というところなので、はい、ブレントフォードと、まあ、メディカルチェックも、しっかりとパスしてということで、はい、もちろんなったわけですが、はい、なんでも、ブレントフォード監督とエリクセンは U18 かなんかの時に一緒にやってるらしいですかね。あ、そうなの？そうらしいですよね、まあ、はい。なんで前から知ってる間柄ではあるらしいです。うん、いや、まあ、多分、エリクセンのコンディションを考えると、フル稼働っていうのは無理なのかもしれないですけど、うん、やっぱ勝負どころでね、残り何分かで出てくると、うん、ね、取ってのはもう、チャンピオンズリーグの決勝までに導いたですね、うん、開いた光るセンスがですよ。うん、まあ、当然、効果は発揮すると思うので、楽しいチームになりますね、またブレントフォードも。そうですね。そして、粕谷さん、エバートンなんですけれども、まあ、監督が変わるということもありまして、
結構補強が、まあ、ディニューがね、その前にチームとして非常にファンに人気のあるプレイヤーが抜かれちゃったわけですけれども、はい、デリアリー、ファンデベーク、そして、はい、まあ、ヴィラからエルガジっていう形で、結構取ってますからね。そうですね。ファンデベークはほぼクリスタルパレスで決まりかなんて話あったんですけど、うんうん、はい、やっぱりその、彼のギャランティーをどのぐらい負担するかというところで、うん、クリスタルパレスがちょっとそれが消極的だったみたいです、ね。ああ、そうなんですね。で、エバトン、どうやら全額負担みたいなことなので、はい、そういったことで、最後の最後に現れたエバートンがスッと取ってたみたいですね。うんうん、あの、ファンデベークは、ベルガンプの娘さんと付き合ってるんで、ああ、そうですよね。ベルカンプとクリスタルパレスの監督のビエラのアーセナル時代からのこういう関係があったので、はい、その辺で、どうやらベルカンプからビエラのところに話がいったっていう噂ですけども、はい、そうなんです ね, だからね。ただそっちじゃなくてチームサイドとしてはそのお金の問題 で, で、ね、はい、やっぱりどうしてもっていうことだったんでしょうね、うんうん、まあ、その辺の経済力っていうところではやっぱりウェバートンの方が上回ったんじゃないですか、うんうん、はい、そうなんですね。ただウェバートンはフェルナンド・モシリがヒット株主になってから、うん、ちょっと、うん、お金は使ってるんですけどなかなかね、はい、うん、成果が出ないので、果たしてランパード監督にどの程度の猶予が与えられてるのかっていうのはね、うん、ちょっと、うん、疑問ではあるんですけど、うん、1年ぶりぐらいだよね、ランパードも、ね。そう、ちょうど1年ぶりです。はい。アシュリー・コールがコーチングスタッフに入るっていうじゃないのさ。ああ、そうです ね、うん。ちょっと楽しみっしょ。楽しみですね。はい。だんだんね、そのあたり増えてね、来てっていうのにはね、ジョン・テリーも戻ってきたりとかもありますしね、こっちは。はい。ジョン・テリーもチェルシー、ね。あ、そう、チェルシーですね。ね、そうですね。うんうん、はい。なので、なんかいろいろこう、かつてプレーをしていた選手たちがいろんなところで、今、ルーニーがね、ダービーで、ダービー、まあ、それこそね、エバートンはちょっと断ったらしいですけど、で、ジェラードしかり、で、ビエラしかりで、あの年代の人たちがどんどん戻ってくるっていうのはいいですよね。でも、ユナイテッドなんて、ルーニーと、あれで、今、インテル・マイアミやってるフィル・ネビルだけだよ、現場に戻ったりした。あと、みんなコーチングライナーなんか取ろうとすらしてないじゃん。うん、ああ、うん、ですね、確かに。現場に戻る気ないんだもん。うん、お、弱虫だな。うん、では次行きましょうか。ではこちらが、まあ、今残留争っているクラブになっていきますけど、大体ここが緊急補強がね、本来は必要というふうに言われていますけれども、はい、うん、そうですね、ノリッチは、まあ、ローンで戻したとしても、またすぐに別のところにローンで出したりとか、特に大きな補強という感じじゃないですし、まあ、ニューカッスルはやっぱお金がありますから、結構ここはというところ、あとは、まあ、ワトフォードも、監督変わって、おそらくこれ必要なところというところで取ってきてるんでしょうし、まあ、バーンリーに関してはクリス・ウッドがニューカッスル行きましたんで、その穴埋めっていう感じですかね。まずは、じゃあ、勝谷さん、ニューカッスルですけれども、まあ、この冬、まあ、誰を取るんだというのはかなり話題になった、チームだと思いますけれども、まあ、先ほどね、ちょっとブライトンのところの話出ましたけど、ダンバーン取りました。また、ビラからターゲット、また、バーンリーからクリス・ウッド、そして、アトレティコからトリッピア、さらには、リオンからブラジル代表、そして、東京オリンピック金メダリストでもあります、ギマランイス、彼はミッドフィルダーですけども、こういったところを取りましたね。プレミアリーグに残留するための戦力は整えられましたよね。だから、今回補強に当たったのが、ルマイアン会長と、あと、なんだろう、今、女性いますよね、アマンダ・ステンが、スポーツマン的な役割みたいな感じで、はい、確かまだディレクターいないはずなので、はい、で、彼女たちが担当した割にはうまくやったと思いますよね。うん、彼ら、彼女たち、はい、市場では、まあ、言い方失礼ですけど、ズブの素人ですから、うん、はい、そういった即戦力が取れたのは大きいと思いますね。うん、だから、もうあとはスティーブ・ハウがこれをどう生かすかですよね。うん、でもいろんなデータ見るとね、まあ、スティーブ・ハウが来る以前ですけど、うん、残れるデータではないんだよね。はい。うん、ね、そうです ね、うん、ね、はい。何月何日までにどうのこうのっていうのはね、非常に彼らにとっては厳しいんだろうな。うん、ただそんな話はおそらく来週聞けるんじゃないかと思いますけれども。はいね、はいはい、いろいろ匂わせながらやってます、ね。ね、そして、ワトフォードですけれども、まあこちらはもう早速ね、獲得したサミールとか、アサンヌ・カマラとかセンターバック、サイドバックで起用してますもんね。はい、一番のヒットは、やっぱり、ビッグロイ、うん、ロイ・ホジソンを取ったわけですけど、はい、まあ、74歳になられたわけですけど、はい、パレスの監督に就任された時が確か70歳だったと思いますので、うん、それ史上最高齢ですから、うん、ご自身の持つ最高齢記録をまで4つも更新したわけですよ、うん、はい、74であの現場にいるということの凄さですよね、やっぱね、そうですね、
しかもワトフォードのように監督を全く大切にしないところに、その、はい、飛び込んでいったわけですから、はい、その勇気というのは大変なもんだと思いますね。うん、ワトフォードの戦力踏まえるとどうなんでしょう、うん、なかなか難しいかもしれないんですが、うん、この勇気は称賛されてしかるべきだと思いますね、はい、本当です ね、 ね、ちょっとなんか変わってて、うん、改めて尊敬しました、はい、うんうん、すごいお人だなと思います、はいはい、そして、まあ、バーンリーはクリスウッド、まあね、ある意味、このバーンリーは完全に前に強い選手がいてというところの選手の中で、それを、まあ、ライバルに引き抜かれたという残留争いの形でしたけれども、ベグ・ホルスト、彼はオランダ人プレイヤーですけれども、ゴルスブルクから。はい、かなりこう、点取ってますもんね。はいはいはい、昨シーズンまで、ブンデスは3シーズン連続、うん、16点以上。そして、ここ6シーズン連続、オランダとドイツのリーグで、14点以上か。だから点取ってるんですよね。はいはいはい。うん、ただ、そのどうなんでしょうね。チーム全体に閉塞感があるでしょ。皆さんの戦い方も、はい、ドマンネリ化してるので、うん、そういったムードを果たして一気に打破できるかというのが、はい、ちょっと疑問なんですよね。そうですね。確かに。そうですね。ここもね、でもあまり大きなことはしなかったですね。ダルコスキーね、移籍確実してダルコスキーが残ったのは、うんうん、はい、大きいかもしれませんけど。大きいですよね、うんうん。はい。どうでしょうね。うん、うね、ちょっと、ね、うん。さあ、そして、加藤さん、まあ、改めて今、全部20チームご覧いただきましたけども、はい、この中でもお話が出てきたんですが、今シーズンはちょっと監督人事というところで、ここまでどう変わっているかという中で、はいはい、うん、ご覧のように、なっております、はい、ワトフォード、ね、ロイ・ホジソンという話がありましたけど、はい、今季は、ムニョスでスタートしたんですが、はい、ラニエリ招聘して、はい、結局また、変えて3人目でロイ・ホジソン、そして、ニューカッスルは、まあ、ブルースでスタートしましたけども、ハウに、はい、変わった、ブルース、ウエストブロムの監督になるみたいだね。あ、うん、ですね、やっぱこのあたりの、ね、方々はやっぱ結構あるんですね、次にどんどん仕事が。ね、だからそこで、だから、うん、呼ぶ方、まあ、監督として呼ぶ方が、もう少し若手に切り替えてもいいのかなと思いますけどね。そして、ヌーノから、まあ、コンテに変わったスパーズ、そして、ファレクからディーン・スミスに変わりましたし、まあ、ディーン・スミスは、まあ、その前、アストンビラを退任してたわけですが、うん、ジェラードになって、で、ユナイテッドはスルシャールからラングニックは今シーズン限りの暫定という形ですし、はいはい、そして、まあ、直近ですとベニテスに代わってフランク・ランパートが、バートンの監督に就任をしたということになります。あの、こう見ていきますと、加瀬さん、みんなこう、なんていうんですかね、まあ、ランパードは経験というところで言うと、まあ、それまでなんていうんですか、まあ、ダービー感じで結果でチェルシーでっていうところありますけど、まあ、それ、そこそこの結果残してますし、みんなこう、結構大物が来ました。来た感じはしますよね、この新しい人事といいましょうか、新しい監督になった方々、そうですね、あの割と名前の知れた人たちが、はい、うん、やってきたなっていう感じはするし、それだけでもやっぱりそのプレミアリーグの魅力なんだろうなと思いますね。ね、この中で、まあ、今はね、もうエバートンも残留争いにちょっと巻き込まれていますので、ランパード、ロイ・ホジソン、エリー・ハウは、残留争いということになりますし、まあ、スミスもディーン・スミスもそうですね、まあ、そしてもっと上を目指していくというところでいくと、コンテ、ラングニック、まあ、少し下ですがジェラードというようなところですかね。はいはい、うん、ね、うん、すごいね、そう考えるとね、名前だけはね、名前だけと実績があると思いますけど、ね、うん、はい、他のリーグに例を見ないようなビッグネームですよね、監督もね。そうですよね。あのね、それこそロイ・ホジソンはもう僕は引退されたのかなと思ってたんですけど、はいはいはい、まあ、引退という言葉は実は使ってなくて、はい、結局ね、またオファーがあればということで。で、やっぱり、それだけ経験残していますし、やっぱ残留争いっていうのはね、よく言われますけど、やっぱ経験値っていうのは大きいみたいですからね。うん、それに、その、なんだろう、世代交代っていうのは、政治力で測られるものではなくて、うん、実力でやるもんでしょ、うん、で、うん、はい、あの、ホジソンのスタイルって別に革新的ではないけど、ロング、ただただ長いボール蹴るだけではないし、うん、相手に言ってはちゃんと繋いだりもできるし、はい、周りをきっちり固めて、うん、そこからの速攻っていうきちんとしたパターンを持ってるから、うん、そのなぜまたウエストブルームでできるんだっていう、うん、スティーブ・ブルースとかとはタイプがまた違うんですよ、はい、ロジソン、うん、しかも大変な理論家で、うん、あのその彼の理論っていうのレポートというのはなんかウェファーの、その、はい、うん、戦略戦術委員会かなっていう中でも一目も二目も置かれてる方なので、はい、日本で考えられてるよりずっとね、うん、リスペクトされてます、ヨーロッパ行くとね、うん、ポジションスターはね。ね、はい、
どうですかね、まあ、上と下、まあ、いろいろね、多分来週も名前が出てくる監督が多いのかなと思うんですけど、おそらく来週あんま話が出ないのかなと思うのはジェラードなので、ちょっとジェラードのお話を伺いたいなと思うんですけど、はいはい、勝さんどうですか、ジェラード監督は。まず彼の持つカリスマっていうのは一つの魅力ですよね、うん、さっきも言ったように、はい、それに吸い寄せられてコーチニョとリーニョはやってきたということですから、うん、はい、それで、いくつかの試合見ると、まあ、ちょっとこの連敗続いた時もありましたけど、それはちょっと相手が強かったってのがありますが、はい、そうしたチームに対しても別に、閉じこもるわけじゃないですからね、うんうん、割と勇気を持って戦うので、はい、そういった戦いであるならば、うん、おそらくヴィランズも、まあ、ヴィランのサポーターの皆さんのことですけど、ヴィ、はい、ランズも、おそらく支持は、今も支持してますけど、さらにさらに支持すると思うんですよね。はい、今、ジェラードが、今持っている手駒をの実力を踏まえると、はい、まあ、やっぱりトップ10には入んなきゃダメですよね。うん、はい、まあ、そのぐらいの力はあると思うので、はい、まあ、プレミアリーグ1年目って新人、監督さんですけど、まあ、お手並み拝見というか、うん、僕は期待してますね、ジェラードに関しては。はい。そうですね。これ楽しみですね。はい。で、またね、選手も獲得したというところもありますので、ということになります。ではですね、勝谷さん、まあ、この監督人事、まあ、さらにはこの冬の、移籍マーケットで選手が動きましたけれども、これを踏まえた上で、では、今シーズンのこの2022シーズンのプレミアリーグ後半戦、どのクラブが注目、あるいはちょっとこの選手みたいなのがいれば、挙げていただきたいんですが。まあ、注目は今言ったようにやっぱりヴィラですね。ああ、ヴィラですね。はい、うん。ちょっと繰り返しになっちゃうんですけど、このだけの戦力を整えていると、はい、ジェラードの経験不足ってのは否めないところだと思いますが、はい、その一人一人のコンディションがピークに近いところで重なったりすると、うんうん、まあ、はい、いわゆるメガクラブでもそう簡単にはっていうような感じのタレントが揃ってるんで、まあ、優勝争いをかく乱っていうこともいかないとは思いますけれども、うん、なかなかに面白い監督になると、チームになってると思うんですね。はい。それで、注目選手は、うん、僕、ポグバなんですね、実はね。ポグバですか。はい。おと言いますと。意外でしょ。意外です。まず、そこ来ました。ランゴニック体制下で全然出てないじゃない。ああ、はい。それで、一体彼が残留するのか、移籍するのかも、ちょっとライオラが体調崩したこともあったので、何も発信していないので、はい、だから、どういう風な態度でやってくるのか、なんかもうトレーニングに戻ったみたいなんですけど、うん、はい。だから、果たしてポグバがラングに行くの。やり方にフィットできるのかどうかっていうところが注目なので、はい、冬の移籍してきた選手じゃなくてね、うん、逆に残ったからこそってことですね。残ったからこそ、ね、これ、ね、移籍してっていうなったら分かるけど、はい、なんだよね実は、うん、なるほど、うん、そうですね。ちなみに私も勝谷さんと同じでやっぱアストンビラは、はい、うん、まあ、ディニュー・コーチーニョ、まあ、チェンバーズ取りましたし、特にコーチーニョちょっとどうなるのかなっていうのを注目したいですし、あとエバートンがそのどちらかというとチームでちょっとこう出場機会が、ね、はい、減っていってしまった、うん、まあ、デリアリとか、まあ、ファンデベイカー使われなかったですし、まあ、エルガジも、ね、最近ちょっとっていうのもあったかもしれません。こういった選手がどうなっていくのかなっていうところはまたランパードの元どうかなっていうのはちょっと注目かなとは思いますね。デリアリとファンデベイカーのちょっと化学反応なんかが期待したので、はい、うん、そうですね、うん、あとはね、やっぱり選手で言うと、柏谷さんがね、すごく、まあ、この冬一番のっていうお話してましたけども、やっぱり、エリクセンがどうなるかっていうところですよね。はい、ね。彼の復活というのをちょっと後半戦は楽しみにしたいですね。うん、そうですね。はい、うん。うん。だから冬の移籍、いわゆるみんながびっくりするというか、誰もが世界中が知ってるようなビッグネームの移籍っていうのはなかったんですけど、はい、うん、でもプレミアリーグだけでこれだけのね、話題を提供してくれてるので、はい、やっぱり世界で一番楽しいリーグではありますよ。はい。これは個人の感想です。ね、そうですね、ね、で実際どうですかね、そういういろんな選手を獲得して、まあ、チームが変わるかもしれないですし、ここからよくね言われるのが誰かヒーローが生まれて急に残留ね、奇跡の残留とか、ね、はいはい、テビスだったりとかあったじゃないですか、はいはい、そういったところが生まれるのかどうかとか、急にこうチャンピオンズリーグ出場権争いで誰か立役者になる選手がいたりとかあると思いますので、はい、うん、はい、まあ、そういったことを踏まえてですね、勝谷さん次回はお届けをしたいということになります。そうですね、言い終わっておらたいと思います。大体、はい、こういえばもう何が、来週行われるか皆さんお分かりだと思いますけども、はい、ね、ちょっと期待していただければというふうに思っております。はい、まあ、恒例じゃ恒例です。恒例ですね。ちょっと遅かったですね、はい、今シーズン。もっと早くにあるかなと思いましたけど。
いや、これは恒例であり、いつもと違って星に入っております。ですね。ということなので、またそれは次回、皆さん、はい、お楽しみにということでございます。はい、うん、どうですか、勝也さん、今週何か言い残したことはないですか？その、言い残したことは、そうですね。はい、ここのとこ、毎回皆さんがご覧になるたびに、鼻の具合が悪くてしょ、申し訳ないということですね。ああ、はい、いえ、はい、ね、これもね、季節柄、常にまだ中と外の温度の差みたいなところ ね、ありますからね。一応、加湿器かけてるんですけどね。今、煙見えるでしょ。ずっと、はい、そうなんです。やっぱこれ、加湿器は、勝也さん、重要ですよね。そうね。うん、我々の特に仕事は。はい、ね。皆さん、このご時世でもありますからね、まあ、喉を潤してというところは、加湿器は、はい、そうですね、いいのではないかと思いますけれども。さあ、それ、今週はこのプレミアリーグ2122冬移籍まとめということでお届けをしてきましたけれども、はい、どうでしょうか、加瀬谷さん。まあ、我々、ちょっと告知を一つしなければいけないと思うんですが、はい、久しぶりに加瀬谷さんとまた、そうですね、中継の方で、はい、はい、あ、今年初ですか？初だよ、初だ、うん、全然組んでなかったですね、よくよく考えて。いつもなんかいつもここで組んでるんで勝手に組んだ気になってましたけど、うん、あと1回あれがあったからね、プレミアリーグフリックスか。ああ、そうですね、そうそうそう、はい、だからあの実況解説は今年初だと思う。初なんだ、はい、そうですね、うん、そうか。ということで、勝也さんと私がですね、プレミアリーグではなく、はい、FA カップで、はい、ご一緒するということで、こちらダゾーンなんですけど、また不思議な時間で土曜日、まあ、現地時間土曜日なんだけれども夜なんですよね、はい、そうなんですね、向こう時間で言うと。だから日本時間の日曜の早朝です。早朝ですね、はい、朝5時か、はい、なので、まあ、土曜日の深夜というよりは日曜日の早朝という感じですけど、なのでこれ配信した後ですね。そうですね、はい、一休みして、まあ、適当な時間に起きていただいて、我々の FA カップスパーズ対、はい、ブライトンをご覧になって、はい、朝ごはんでもお召し上がりになった後に、うん、サンデーモーニングで見てください。そうですね、実は日曜日ですから、はい、ね、ちょっと早起きしても、あるいは夜更かししても大丈夫だと思いますので、そうですね、お休みの方もいらっしゃると思うので、はい、そうですね、はい、ぜひ、ご覧いただけたらというふうに思います。加瀬、はい、さん、あと今日、かなり、このトークの中でも出てきましたけど、いろんな記事が出ているようですね。そうですね、もう出てますけど、うん、ジェーンスポーツさんで日本代表のこと書いて、うん、はい、この移籍の動きに関して、まあ今日喋った形と重複してますけど、それ、うん、ダゾーンさんの方で書いてますので、うん、はい、はい、まあ喋った内容と意外と違ってたりするんでね、はい、うん、それはご勘弁をということで、はい、うん、はい、ちなみに私の方はですね、今配信中の、ダゾーン内田篤人のフットボールタイムはですね、南葛 SC への加入が決まりました、はいはい、日本代表の今野選手をお迎えしまして、はいはい、まあ、キャラが内田さんとの、その、ね、はいはい、関係性っていうのは、はいはいはい、かなりの先輩後輩なんですけども、この関係性も面白いですので、ぜひご覧いただきたいというふうに思いますし、いつものようにプレミアリーグフリークスもどうぞよろしくお願いいたしますということで。1位は南葛行かないのか。え、これからですか、コーチとかでですか、まあ、いきなり復帰ってことですか。うん、いやないな。そうですね、だからいろいろ南葛氏もそれこそサッカーキングの元編集長で、もともとね、このフロムワンの社長でもありまして、山本さんが GM ですから、うん、まあ、いろんな仕掛けをやっぱりしているわけです。 そうね、そのあたりもちょっと面白いところもありますので、うん、ぜひそんなこともお話しいただいているので、まあ、どこをね、こう気をもしかしたらカットされてるかもしれないですけど、そんな話もぜひ聞いていただけたらなというふうに思います。はい、では加瀬さん、今週はこのあたりでよろしいですか。そうですね、はい、はい、うん、ということで、じゃあちょっと匂わせ匂わせですけども、来週ぜひご覧いただきたいですね。はい、はい、そうですね、はい、はい、ということで加瀬さん、今週もありがとうございました。はい、こちらこそどうもありがとうございました。それでは三田さん、また来週です。さようなら。今チラッと噛まなかった。噛みました、はい。すいませんすいません、ちょっと代表戦からのちょっと引きずりかもしれない。そうね、はい、はい、はい、すいません。